結構切り取ったものしか出してないっていう。人の興味を引く、うん、自分がどういう視線でもって、本当そのことをね、行動するのか、どう伝えるのかっていう。こんなに変わってしまうんだ、これすでに起きた未来だ。めちゃくちゃ脚本ってやっぱ落とすんだけど、なんかあれがこう見えたんで、びっくりした、びっくりした、怖いんだけど。何今から心霊スポットで鬼ごっこします。はい、おはようございます。昨日寝るのが遅かったので今日起きるのが遅くなっちゃったんですが、まあ今日はマスコミとか、あと北端とか、あとは国との関わりみたいなのについて、もう一回ちょっといろいろいろんな人に話を聞いたりとか、自分なりに調べたりしたいなと思います。昨日は寺澤さんがお借りした大量の資料を読み漁った。そこで岩田は夕張の財政破綻の背景を知ることになった。国の政策に振り回されたこと、国が見せしめとして財政破綻させたこと、どの情報も行政の人間でしか知り得ない貴重な情報だった。そして5日目となる今日、岩田は寺澤さんのこんな言葉を思い出していた。いろんな人から聞いた方がいいと思う。自分は自分でね、こう市の職員の思いがあるからね、そっちの方が強いから偏ってる考え方があるかもしれないし、市民からすればもっと違う考え方があるかもしれないし、できるだけ様々な立場からの意見を聞くことによって客観性を保つことができ、そこで初めて財政破綻の真実に近づくことができる。そして夕張のことをよく知る市民として、あの方の存在が頭をよぎった。まずそういうところの中でね、うん、歴史はそこでもってちょっと言われてるので、はい、ちょっと知りたいよっていうところがあれば、はい、あの日中のうちに電話頂戴したら。分かりました。すみません、どうぞ。あ、いえいえ、夕張の歴史を十分に学んだ今、岩田は再び松宮さんの元を訪ねることにした。これ全部切り抜き、財政破綻を発覚してからずっと切り抜きしてんですよ。すごい。これが私の財産になってるんです。まず岩田はマスコミの変更報道について聞いてみた。僕が今一番気になってるところで、うん、すごい気になるよね。うん、だからそこのところでおばちゃんガイド始めたのもそれなんですよ。正しく伝えたいって。その原因って何だと思います？今の YouTube と同じだと思うよ。私、自分がどういう視線でもって、本当そのことをね、行動するのか、どう伝えるのかっていう、そこだと思うよ。結構切り取ったものしか出してないっていう、人の興味を引く、そういうところだと思う。新聞見たら腹立ってっていう、ね、こんな取り方あるかっていうね。やはり松宮さんも寺澤さん同様に当時のメディアに対して腹立たしい思いをしていた。しかし松宮さんはその変更報道についてとやかく言う気はないという。あの時のこの報道は違ってたっていうのは全然必要ないと思うよ。それをするべきでないと思うよ。なんかな、新聞なら新聞、テレビならテレビ、どこに視点を置くのか。夕張はかわいそうな街、見て、観光にばっかり力入れたとんでもない街、それぞれが、そういう視点で来たわけですよ。そのことを言い悪い論じる必要は全然ないと思うよ。一回報道したものをそれが言い悪いなんていうね、その権利はないし、自分で好き嫌いはあるよ。好き嫌いはあるけど、言い悪いの権利はないと。自分もそう思ってる。当時の報道は主に夕張が悪として報道されていたが、それはそれぞれが見て聞いた正しい情報であることに変わりはない。だからその報道についていい悪いを言う権利はないと松宮さんは語る。だから一番気になるのは、お兄ちゃんが夕張と何を伝えたいのかっていうのがね、そこが一番気になる。なるほど。するとここで松宮さんは岩田にこんな質問を投げかけた。最初に来た時に夕張はどんな街だと思ってきた、はい、そこで何を書きたいと思ってきた。一メディアとして岩田はどう答えるのか。夕張
でゴーストタウンとか廃墟が多いみたいな感じで言われてるじゃないですか。今は廃れてる建物があるけども、その後ろにはその人々が生活して栄えた歴史があるっていう、この対比がなんか僕は美しいと思ってるので、こういうなんかところを伝えたいというか、こう夕張の外部に住んでて思うことは、夕張がそのゴーストタウンみたいな言われ方をして注目を浴びてることは別に悪いことじゃないと思うんですよ。そういうイメージを持っていろんな人が見てくれて、その先に真実があればいいと思ってるんですよね。はい、だから会でやってるんですよ。そうですね、怖いもの見たさで来てくれる人一緒、それでもだから興味持って、どんな興味でもいいのか、ちょっと行ってみればいいか、夕張ってどんな街だべ、それでもいいのさ、それに興味を持って来てくれた人に正しく話をしていける、うん、ほいで広げてねっていうの、みんなあれでも一回来た人はさ、夕張応援団でしょって言ってね。夕張市は財政破綻を機に繁栄の道を諦めた。未来への投資をやめ、過去を清算するために時間が必要だった。町の規模を小さくすることで着実に借金を返していった。完済まで残り5年。20年間冷凍保存された町がその後どういう道を進むのだろうか。そしてこれから松宮さんに石炭博物館を案内してもらうことになった。真っ黒、うち父ちゃんも働いてたんだけど、はい、日本人ですか。そう、みんなほら、あ、日本人、あの住み込んでんだから。なるほど。はい、夕張です。その地の中で、はい、これが夕張です。はあ、はあ、はあ、はい、炭と夕張、石炭の都夕張ということでもって、どんどん栄えていって昭和38年人口が12万人まで行きました。もうだって日本の経済を支えてた石炭がなければね、燃料もないわけだし、これが昭和35年1960年の写真、ここ湯葉区ですか。あー、すごい、本当だ、トンネル。北海道の中で一番その炭鉱町として大きかったのがこの湯葉。こんなに変わってしまうんだ、地域も会社も産業も、もうトップランナー夕張が、あるいは夕張だけじゃなくてこの一帯っていうのは。だけどこれってあと100年後の日本、明治時代に戻っちゃう。夕張1億2000万円7000万円を切る2100年もうすでに起きた未来だ。松宮さんに別れを告げた後、岩田は心境の変化を迎えていた。いや、もうね、今ね、すごいね、頭がこんがらがってます。果たしてそれをやって今そのことでマスコミがおかしいとか夕張行政かわいそうだとかって、もう15年経った今それをやってなんか価値はあんのかとか、それなんかかき乱すだけなのかなとか、結局報じるってことは切り取るってことだから、ただなんかマスコミもいろいろ知ってたけども国への忖度とか必要以上に夕張行政 をなんか叩くことをしてたとしたら、なんかだいぶ闇深い、なんか日本の縮図を見てるような感覚になりますよね。はい、まあちょっとそこは一回考えようかな、自分の中で。この1週間生活をただなんか心霊だけやって終わりにするのはしたくないんだけど、ちょっともう時間なんで心霊スポットに行ってきます。今日はどこになるんだろう。これから自分はどうしていくのが正解なのか、答えは出ないまま心霊スポットへ向かった。はい、というわけで安価で今日の心霊スポット決めます。この日も安価で心霊スポットを決めることに。
ゴツコ突やろって言いました。360番。安価の結果、本日の心霊スポットは支笏湖に決定。支笏湖とは北海道千歳市にある湖。水深が国内2番目に深く、一度沈むと二度と上がれないと言われている。そんな場所柄からかつては支笏湖とも呼ばれていた。近年では YouTuber が撮影中に落水し死亡する事故も発生。島民の間では古くから噂が絶えない場所だ。よいしょ。支笏湖へ到着した岩田。この辺りは支笏湖温泉と呼ばれる支笏湖東岸部にある温泉街。見る感じ普通のあれだな。うわ、でもなんか確かにちょっと雰囲気あるな。広いな支笏湖。ちょっと見ますか。現在地が今ここにいて、観光マップで支笏湖の場所を確認。この先の温泉街を通り、神社などがある広場を抜けると支笏湖へたどり着く。マジでこの人っ子一人いない街ですね。置いてる。なんか電気ついてるとか。営業時間外の店が立ち並ぶ温泉街を抜け、広場まで足を進める岩田。保育士さん、なんかめちゃめちゃ人いんだけど。周りに人の姿を発見し警戒する岩田。すると、はい、お、すげえ。わ、すげえ。マジ、まさかスレ見て来てくれた感じですか。お、すげえ、めちゃめちゃ来た。どうも。怖いんだけど。何どうも。え、マジっすか。掲示板から岩田の動向を探っていた訪問者たちが差し入れを持って駆けつけてくれた。この人数で支笏湖を目指せば何も怖くない気もするが、この大人数で支笏湖に向かうのは危険なため、岩田一人で支笏湖へ向かった。なんか一気に暗くなったな、こっち。なんかあんま心霊スポットって感じはしないっすね。順調に探索を続ける岩田。このまま案内図を頼りに山線鉄橋と呼ばれる橋に向かうことに。ああ、ここだろうな多分。支笏湖と言ったらここが一番有名なのかな。山線鉄橋に到着。この橋は明治32年に建設された北海道最古の鉄橋として知られている。小樽？すごい明治っぽいね。レンガ造りの擬洋風の。うお、びっくりした。マジびっくりした。うわ、これもう支笏湖やん。下、うわ、これが噂の支笏湖ですか。岩田の言うように、この橋から見える湖こそが支笏湖。ようやく目当ての心霊スポットに到着した。しかし、え、めちゃくちゃチャポンチャポン落とすんだけど。岩田が橋を渡り始めたタイミングで突如水面から音が鳴り出した。さらに不可解な現象は続く。
光弱いな、もう。電池変えないとダメだな、これ。急になんかこのライトの電池ちょっとつかなくなっちゃいました。うわ、もう、タイミング悪いって。撮影用のライトに不具合が起き始めた。あまりに合致したタイミングに怯える岩田。はあ、抜けた。てか普通に怖くないし、コツコ。ちょっとマジで怖くなってきたんだけど。これまでの心霊スポットとは違い、明らかに弱音を吐く回数の多い岩田。すると、一回帰っていい、これ。なんかもうすごい怖いんだけど。うわ、怖い怖い怖い、なんか後ろ怖い。何かの雰囲気を感じ引き返してしまった。果たして岩田は何を感じ取り何に怯えていたのだろうか。鉄橋から逃げ出した岩田は広場で待機していた。すると、岩田から連絡を受けていたスタッフがシコスコに到着。岩田がここまでの事情を説明すると、スタッフからも話があるという。スレ見てますか？めちゃめちゃ見てるよ。結構いろいろ来てますよ。え、何来てる？まあ、鬼ごっこ。いや、鬼ごっこはとかちょっと面白そうだと思う。岩田が探索を続ける間、スレッドには岩田の安否を心配する書き込みや、やってほしいミッションなどの書き込みが多数寄せられていた。さらに気になる書き込みも。あ、そう、なんかファンで近くまで来たんだけど思ったより怖くて動けない。メッシさん助けに来てほしいと。シコスコまで来たが、あまりの恐怖に一歩も動けずにいるという訪問者らしきコメントも。救助してみたら。救助してもいいけど、まあ、なんか行こうか、どこ行こう、どこいんの、行こうかって。どこ行けばいいですか。ひとまずこの訪問者の所在を確認。すると、ちょっと一回行きますか。じゃあ早速書き込みを頼りに自販機へ向かってみると、そこには、え、待ってるって言ってた人ですか。はい。ああ、ありがとうございます。いや、怖かったですか。動けない。動けないと語る訪問者、話を聞こうと近づいてみると。大丈夫ですか。大丈夫じゃないです。本当に大丈夫じゃないです。一緒に行きます。うん、なるほど。めちゃくちゃイケメンじゃないですか。いや、想像していた訪問者像より若干ごつめだが、書き込みをしていたのはこの方だという。正直言っていいですか。はい。女性の方なんかなってちょっと思ったんですよ。違います。ですよね、男性の方ですよ。はい、男性でもないです。あ、そうなんですね。はい。 LGBT みたいな。あ、そうです。 LGBT の何ですか。ゲイです。自らゲイと名乗るこの方はトーマさん。普段は新宿2丁目でバーを経営しているという。たまたま仕事で近くに来ていたところ、今回の企画を知り駆けつけたのだったが、途中で動けなくなりスレッドに助けを求めたのだという。そんなトーマさんと先ほどのリベンジもかけ、とりあえずシコスコを目指すことに。なんかスポット入るところってどこですか。もうなんか心霊スポットってどこ。あ、もうこの辺かな。もう全部です。もうやばい。そうっす。あ、多分まだ大丈夫だと思います。まだ大丈夫。言ってください。上がりました。そう、なんかお辞儀したい。お辞儀したい。はい。なんか入るときにお辞儀した方がいいよってか。すいません、ここでした。いいよね。ごめんなさい。ごめんなさい。まだ心霊スポットでもない場所から過剰にビビるトーマさん。その後も足を進めるも。え、見えた。なんかあれがここに見えた。え？
パフェ、なんすかあれ、旗、旗が顔に見えたなど全く関係ない歌手でもいちいち反応するためなかなか前に進めずにいた。そんな中、岩田が先ほど支笏湖で感じた違和感について語り出した。多分人の死体がだいぶ埋まってるらしいんですよ、この湖に、うん、で、人って死ぬと体から炭酸ガスが出るんですよ、うん、あって、僕がその橋渡った時にポコポコポコって出た泡は多分その炭酸ガスというか人のだったんじゃないかなっていう風に。水面から聞こえたというあの音、岩田はあの音の正体を人間が死ぬ時に出る炭酸ガスの音ではないかと推測していたのだった。その後、トーマさんと共に足を進めること10分、ついになんか邪魔したらいけないよって言われたから、もうここではもう塩はもう効果ないんです。もうこれ湖じゃない。あ、めっちゃパチャパチャ音するねえ。帰るも地獄ですもんね。別ルートから再び支笏湖に到着すると、ちょっとギリギリまで行きますか。ちょっとあの近寄りすぎるとマジで落ちる、落ちたら多分本当に、うわ、びっくりした、びっくりした。何、大丈夫ですか。どうした、どうした、どうした、どうした。わかんない、なんか影が見えたんで。え、トーマさんが影を見えたと語り、その間にうずくまってしまった。しかし、いや、多分この自分の影じゃない。自分か。ライトの自分か。犬が自分の尻尾を追いかけるかのように自分の影に怯えていた。うわ、ここだ。うわ、もう水だ。支笏湖に接近。ここは無念に持ち子で亡くなった人や自ら身を投げた人の怨念なのが住み着いているという。すると、トーマさんが、ここにね、皆さんもいらっしゃる、あの、見え投げしちゃったりとかされるんでしょうね。そんなに辛いことがあるかな。引っ張られたって言いますよね。でももう、トーマは聞けないよ。いや、なんか辛くてね、なんか入られたのかもしれないけど、うん、はい、トーマは相談聞いてあげられないから。そうっすね。うん。生きてたら、ね。深夜3時を迎えた心霊スポットは予想外の賑わいを見せていた。入れ替わり立ち替わり視聴者が訪問し大盛況。そんな中、肝心の岩田は、何お前黙々と食ってんだよ。いや、もう君たちに頼んなくていいぐらいの食料もらってしまったんですよ。もう途端に強気になったな俺たちに。なんかサムネみたいな積み方しやがってさ。訪問者からの大量の差し入れに完全にやる気を失っていた。このままだとただの不快になってしまうので、ここであのミッションを開催することに。はい、というわけで今から心霊スポットで鬼ごっこします。はい、心霊スポットで鬼ごっこを開催。岩田に訪問者4名を超えた逃げチームが限られたエリアの中を、制限時間10分のうちに鬼から逃げ切れれば勝利となる。しかし逃げチームが負けると、全滅だったらこっちの勝ちです。その場合岩田はここ宿泊が決まります。逃げチームが負けると岩田は心霊スポットに宿泊となる。そんな岩田の運命を大きく左右する逃げチームのメンバーを紹介する。まずはインスタライブを見て、その後掲示板を見て、あの情報をたどって札幌から来ました。札幌市在住のこちらの夫婦、一見普通そうに見えるが、実はこの奥さん翌朝7時から仕事が控えているという。そんなオール確定の状況で鬼ごっこへの参加を表明するタフさを武器に生き残りをかける。続いてはこの男。5チャンネルの掲示板に存在して、で、まあ大学終わってからちょっと本州抜けて、普段は青森在住の学生だというこの男、服装からわかるように西尾を師匠と崇拝する西尾の大ファンである。そんな彼も掲示板から岩田が支笏湖に来るという情報を仕入れ、交通機関を使いこの支笏湖へ向かったようだが、まあバスで来れるところまで来て、で少しタクシー乗って距離稼いで歩けそうだなってところで降りて、まああとは1時間ぐらい歩いてきました。山の中を。山の中ですね。アクセスが悪い支笏湖に向かうにあたり、
途中で交通手段を失ってしまい、熊の出没の恐れがある深夜の山道を1時間歩いてきたという狂気のエピソードを披露。師匠二将に負けない忍耐強さを発揮できるか、弟子を。この3人に岩田と東馬さんを加えた5人で形成された逃げチーム。それに対し肝心の鬼チームは、そのストーリーでここに来ました。あ、マジ疲れてます。え、何部ですか？元陸上です。うわ、あ、サッカー部ですの。うわ、たまたま訪れた元陸上部と元サッカー部のこの2人を鬼としてスカウト。両チーム万全の体制が整ったところで、というわけで、じゃあ始めますか。よーい、スタート。うわ、本当に一人で逃げるの怖いんだけど。そうだ、本当に一人で逃げるの怖いし、なんて一人で逃げるの。勢いよく走り出した逃げチーム。そして5分後、スタートですね。鬼が四国温泉に放たれた。すると開始早々弟子を発見。慌てて逃げ出した弟子の後を追いかけるも、西尾元気すぎる。なんと山道を1時間歩いてきたというハンディキャップを背負いながら、シンプルに鬼から逃げ切るという恐怖の根性を見せつけた。一方、一番動きやすそうな格好で逃げるこちらのお姉は、これさ、私だけさ、かくれんぼみたいになってる。拠点近くの看板に身を潜めるかくれんぼ状態に。そんな中、この男は、鬼に隠れながら路地を徘徊していた。すると、え、どっちどっち、鬼、あれ、うわ、うわ、最悪だ。しゃー、うわー。開始3分で岩田脱落。さらに広場の木の陰に隠れた奥さんも確保し、残り5分で残すは3人。順調なペースかと思われたが、ここで鬼の2人に異変が。明らかなペースダウンをする2人。実はこの2人、現役引退後喫煙者になったらしく、著しく体力がダウン。さらに残りの逃げチーム3人もガチで隠れてしまい、そもそも見つけるのが困難な状態に。誰もいないですよね。いないですか。なかなか逃げチームを発見できないまま、ついに5、4、3、2、1、45分です。タイムリミットを迎えた。トーマさん、旦那さん、弟子が逃げ切り、というわけで、はい、3人逃げ切ったので逃げ切り、というわけで、はい、じゃあ今日解放ですか、僕は。まあそれはまあルール上しょうがないよね。ありがとうございます。逃げ切ったんだったら。一切戦力にならなかった岩田であったが、約束通り宿泊も免れ、5日目は終了した。当時のなんか2006年の報道とか見て、マスコミがそれを知らないわけはないと思うんですよね。全く知らずに表面だけ取材してやったというよりは、この財政破綻っていう
ラッキーメール、ラッキーメール、ラッキーメール。